えと皆様、えー、と本日はこのブレーカーブレーカーとセッション2にご参加いただきまして誠にありがとうございます。ちょっと本日はすごい暑い日でしたので、ちょっと汗をかいている方もいらっしゃいますが、本当にいらっしゃいましてありがとうございました。えー、と私は、えー、と s p グローバルマーケット・インテリジェンス・コープレート・アクション部のプロダクトを担当しております久保田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。このセッションンでは私が前半プラスワ にに移行に伴うアセットサービスイングの影響についてお話をさせていただき後半弊社 NRS 部門の営業統括をしております平沢より海外コーポレートアクションのトレンドについてご案内をさせていただきたいと思います。なお本日利用するドキュメントにつきましては 皆様のネームフェートの裏にあります QR コードにアクセスをしていただきドキュメントはダウンロードすることができますのでご利用ください。さて北米市場の T プラスワンの決済サイクルの移行が残りお,およそ300日と迫ってまいりました。業業界内ではよく証券取引業務についてて議論をされておりますが アセットサービスの長期的な影響についてはそれほど明確にはされておりませんむしろグローバルではコスト削減や社内のチームの縮小が始まりコーポレートアクションの処理をするチームはすでに年々増加するコーポレートアクションの取引量の対応に苦慮してきております決済サイクルが T プラス1に短縮されるということは同日決済の始まりである可能性が高まってまいります ここのことを念頭に評価していく必要があります。昨年から海外トップクラス銀行の主要な投資業務の収益源が減少していることから2023年の銀行幹部にとって残念ながらダウンサイジングは最重要課題となってきております。ファイアブレンド社が、 行った調査では2022年第4四半期の各銀行における収益の変化が示すとおり幅広いプロダクトにおいて6ミネ収益が下がりましたそのため2023年第1四半期はレイオフや年内予定されている人員整理の話題で持ちきりとなりこれによってビジネス全体や関係チームがプレッシャーにさらされることになりますまた コストセンターであるオペレーション部門はダウンサイジングの最前線に立つことが多いため T プラス1への移行に伴う大規模な改革は骨抜きのチームで行うことになりかねません。このような世界的な変革の波によってオペレーション部門の人員も徐々に減少してきております。ご存知でしょうがコープレートアクションのライフサイクルは多くの業務が いまだマニュアル作業で繰り返されていることが多いため、この部門の人員削減は特に深刻になります。さらに、市場の複雑化やパンデミック後の取引量の増加により、小規模なチームは特にピーク時の業務範囲や業務時間を拡大しなければなりません。また、この T プラス1の短縮化により、 すべての市場関係者が影響を受けますがそれぞれの企業が同様の影響を受けるわけではございません例えばグローバルカスタディアンはすべての市場関係 <coughs> 市場内の保有状況を把握するということを最重要課題あ事項としているため T プラスワンに関連するアセットサービスの変更とコストの増大が大きな打撃を,を受けると思われます 大きな変更点の一つとしては権利落ち日が基準日と同じ日になることです。コープレタクションが活発に行われているシーズンや差し支え回答期限が迫っている時該当イベントに参加する権利を持つ全て,の把握全ての保有株を把握する必要性がございます。そのためこれらのカステデアン金,金融機関は取引された取決済された取引だけではなく 株主のレビュープロセスを評価しまた遅延した指図にうまく対処する方法に焦点を当てるとともに全体と,してあ全体として可能な限り多くのプロセスを自動化する必要性がありますアセットサービスの変更点のうち細かい点としましては DTC カバープロテクトの取引プロセスや 現物受け渡しを保証するプロセスが期限の変更によって影響を受けると想定されますボランタリーイベントの通知は発行者の裁量によるものでその形式は現時点では特定の規則で義務化されていないため標準化もされておりません当初は現物の受け渡しを可能にする長年実施された長年のプロセスでございましたが その目的は変化してまいりました。現在では、顧客が有効期限内に取引を行い、その株式に対し指図を出し、最終的に T 2の決済時、エージェントに対してポジションを引き渡すことができるようになっております。このプロセスでは、ボランタリーイベントごとに称号が行われており、2日間のサイクルで、約定後のカウンターパーティーへのライアビリティの通知、取引ファイルの称号を、 CSD への指図の提出に十分な時間があります。さて T プラス1の移行後では DTC カバープロテクトの期間が短縮されると予想されこれはライアビリティ権利の処理の責務についてなんですがのプロセスが圧縮されることを意味しております。T プラス1の移行は特定のルールで規定されていないため発行体から投資家までの一連の流れにおける 業界全体のコミュニケーションと新しい市場観光に依存されることになります現在の一部の企業では潜在的なライアビリティに対しそれを確認するために前日にカウンターパーティーに送信しておりますがこれはその時間枠が短縮されることを意味しておりますそのためバッチベースのシステムにとってこれはかなりの消耗負荷となります DTC ではすでに CNS においてボランテリーイベントの差し出提出期限に関する処理時間の変更を強調しております。この変更により対象のクライアントは約定日の午後,午後10時半から始まるえナイトサイクルの開始前に午後,5時え午後4 9時45分から午後10時45分までにプロテクト差し出を入れる必要がございます。 全体としてこれは CNS のバランスを取るための一日が減るということを意味しております。次に特に T プラス1の変更により引き起こされるペインポイントは次の通りです。コープレートアクションの決済と取引義務の調整は業務上のプレッシャーが高まる可能性がございます。 2点目として回答期限にサシスを出そうとする顧客に対しサシスと利用な残高を結びつけるため取引における確実なデータソースゴールデンレコードを作成する必要性がございます。3点目としてマニュアル作業による <laughs> プロセスや老朽化したバッチシステムによるボトルネックはオペレーショナルリスクを高める可能性がございます。 4点目として先ほど申し上げましたが DTC カバープロジェクトの市場刊行は特定の義務規制義務や規制役に縛ら,れ縛られていないため変更することが難しいです。最後にコープレートアクションのイベントに関連する売り取引において複雑,か複雑なスケジュールは決済フェールのリスクを高める可能性がございます。この点について例えば 株式分割における単元未満株で顧客が即座に株式を売却するとした売却すると意図としたイベントがに対して指示することがございます。この場合顧客はコーポレートアクションの指示と同時に売り取引を行うことになり T プラス1の変更によりエージェントでの指示と CSD への決済を1日で行わなければならず 決済フェイルのリスクが高まる可能性がございます。さて、え先日弊社で行われましたウェビナーでパネラーのブラックロック US コープレートアクションヘッドのクリスティオティエボー氏がアセットサービスの分野の影響について述べておりました。ここで彼の少し長いですがここで彼のコメントを紹介させていただきたいと思います。 え決済サイクルの一日を失うことはアセットサービス分野において大きな影響を与え具体的には決済日の翌日の取引に関する影響があります例えばボランタリーコープレートアクションを考えてくださいもし決済があ決済が中断されるとこのアクションに関連するさまざまな問題が生じます例えば取引の期限が切れているにもかかわらず 顧客がイベントにに参加できるるようにする場合、ファイルのリコンサイル指示図の送信最小限のカバーなどさまざまな処理に影響が及びます現在は指示やクレームなどの全ての処理を調整するための日がありますがしかし T プラス1の制度下ではそのような日はもはや存在しませんこれにより金融機関はイベントに関する最終的なライバル ライアビリティノーティスを翌日に送付し受け入れる必要がありますこのような変更は金融機関や関係者にとって重要な期限や規則の変更をもたらす可能性があります具体的な有効期限や規則の定義は存在しないため K 1の移行により DTC カバープロテクトの有効期限がより少なくなると予想されます したがって金融機関はライアビリティのコミュニケーションに関連する影響だけではなく T プラス1の導入により市場や業界で変更される他の期限を考慮する必要性があります。また異なる当事者間で義務や責任についての意見が相違がある場合にも対応する時間が大幅に短縮されることとなります。具体的には CNS ではカバープロテクトの有効期限の特定の時間帯にシステムを開放し金融機関が指図やライアビリティに対し対関する情報を提供できるようにする予定です。もし期限切れ日に取引をしている顧客がいればその取引を確認し同日の夜に指をすする必要性がありますバッチ処理を行っている会社はこの新しい期限に対応することが難しいでしょう。 またコーポレートアクションのデータについても決済サイクルが短縮されるためそのデータを活用することが重要となります。これらの課題に対処するためには STP を向上させるとともに自動化が非常に重要となります。自動化により写真図や情報の処理を迅速かつ正確に行うことができます。これにより金融機関は期限や ををを関連すすするる問題を効率的にに解決しお客様に迅速なサービスを提供することができます以上、クリス氏のコメントでした。え今、こちらのプレ,ゼントプレゼンテーションにございますが、QR コードを用意しております。え先日え行われたウェビーーにご興味がございましたら、アクセスしてぜひ視聴の方をお願いいたします。えさて、えーと、コープレートアクションの処理エラー。 のコストはほとんんど公表されておりませんが、最近の例では US のロビンフット社が2023年の2月の決算説明会で昨年12月のヘルスケア企業の株式併合に関する処理エラーがありそれにより5,700万ドルの損失がはは発生したと発表いたしました。 このエラーにより年末の全役員のボーナスをキャンセルしなければならなくなったようです。コープレートアクションの業務の自動化が進んでおらず短期間でこれらのイベントを処理しなければならない会社やチームの負担が大きいことは最悪の事態ににも招くことになりますまた来年5月の導入に向けて必要な変更を全て行うには時間が極めて限られております。 ただし証券取引委員会はすでに T プラスゼロについて話しており世界の他の国,え国々も T プラスンやそれ以上に移行する可能性が出てきておりますエラーによる直接的なコストや複雑さは時間の経過とともに増加し社内にアップトゥーデイトの専門知識を維持,維持していくことは非常に困難となってきておりますこのような状況を踏まえ 一部の企業はコープレートアクションに特化した外部のマネージドサービスプロバイダーと連携し常にプレッシャーのかかる業務においてはテクノロジーや運用の専門知識を直接維持する負担を軽減することを選択いたしましたこのようなマネージドサービスパートナーと連携した利点は以下のとおりです。 1>, 1つ目はベンダーはサービスレベルアグリメントを結んでいるあ、えー、サービスレベル契約を結んでいるためその継続的なパフォーマンスについて顧客に対して説明責任を負うことになりつまりベンダーにはあらかじめ設定されたコストで全てを円滑に稼働させるという大きなインセンティブがございます。2点目はこの分野のベンダーはお客様の満足度を重視し すべてを期待通りに動かすため、必要な専門知識を備えておく必要があります。つまりお客様側は過剰な過剰な数の専門家を社内に置く必要はございません。三点目としましては、業界の変化に対応することはベンダーの責任となります。アップグレードや新機能はベンダーを、ベンダーが研究し、提供するため。 お客,様をお客様は収益を生み出す重要な他の分野に集中することができます。4点目は大規模な市場変化にも対応できるパートナーが必要となります。T プラスワンへの移行など業界の変化に対応するためにお客様が独自に苦労することはございません。マネージドサービスプロバイダーはお客様の負担を軽減し市場観光などの更新が あった場合においてもその意向をベンダーがサポートいたします最後にコミュニティの力です一つのプラットフォーム上で金融機関のコミュニティに参加することができますお客様は同業者から専門知識やシステムの継続的なフィードバックにて情報を得ることができます T プラス1によ,るによるアセットサービスの影響をより早くより進歩に軽減する方法として弊社 SP グローバルマーケット・インテリジェンスではコープレートアクションに関するデータとソフトウェアの分野において大きな投資を行ってまいりました。当社のソリューションを一つまたは組み合わせて導入することで アセットサービスの変更及びコストに対する全体的な影響を軽減することをお手伝いさせていただきます以上となりますご清聴ありがとうございましたえ次のセッションでは弊社の平沢より海外コーポレートアクションイベントのトレンドについてご案内をさせていただきますありがとうございました はいえー、後半のうに、えー、入りたいと思います、S&P グローバル・マーケット・インテリジェンスの NRS という部門があるんですけれども、えー、その日本の営業統括しております、平沢と申します。よろししくお願いします、はいえー、全体としてはです、ね、450人ぐらいサインアップしたのイベントなんですけれどもあの、コーポレートアクションに限定すると、こういうぐらいシュッとするというところで。 はい、あのその中で,ですねあの、集まっていただきまして、ありがとうございます。はい、で、まず NRS の、えー、と簡単な紹介をしたいと思うんですけれども、あのネットワーク・レギュラー・ソリューションズって、えー、その略なんですけれども、いろんなことやってます、えー、KYC であったり、KY3P。 あとはタックスソリューションズもやってますしあとデリバティブの最近当局への TR 報告に関してもスコープに入っておりますその他株式債券のブックビルディングのプラットフォームであったりあとちょっとこれあれなんですけどあの なんですかね、公開情報からあの、機関投資家の株式のホールディングス情報を集めて、逆引きの株主リストを作ったりとか、あと、当然ながらそういう情報をアップデートしてますので、えー、機関投資家のホールディングスデータもアップデートしておりますので、例えばウォーレン・バフェット、あのバークシャー・ハズウェイが持っている株式のリスト、そのチェンジとか、そういうものも、えー、サービスしているチームを、えー、抱えております。 とあと、ね、海外の生のレバロンの取引プラットフォームというのもかなりこれドミナントな感じでやっているんですけれどもそこも、えー、とスコープに入っているという感じでそれぞれあの関連性はそれほど強くはないんですけれどもそれぞれ尖ったビジネスをしているという、まあ、そんなチームであります。 えっと、今日のところは、えー、コーポレートアクションに、えー、特化してですね、話をさせていただければと思います。前半、久保田が、えー、話をさせていただいた部分が、どちらかというとソフトウェアにフォーカスしております。で、私からは、えーと、データにフォーカスしてですね、お話ししていこうかなというふうに思っております。お付き合いいただければと思います。じゃあ、ちょっと、えー、アジェンダの方に行きますね。<laughs> えっと、米国の T プラスワン決済以降について、えー、データの側面からお話しさせていただきます。まあ、でも、ここの論点はほぼ、あの、久保田がですね、ご案内した内容でカバーされてますけど、改めて確認のためにお話しさせていただきます。続いて、えっと、米国のデュービル。 えー、米国でですね比較的あの特徴的な取引慣行でございまして一回ここでおさらいしていこうかなというふうに思っております。実はちょっと T1 にも影響があるので紹介させていただこうと思ってます。続いてエパックに移りまして、えー、韓国のですね現金配当のえっ、ー、とやり方発表の仕方ってんですかねとかあとスプリット富士の買い戻しプログラムっていうものがちょっとスタートし そ,してですね、それに関すするアップデートをさせていただきます、ね、で次、香港の特別行政区で始まりました、6月から始まりました、香港ドルと人民元のデュアルカウンター,カウンター証券の概要に関してです、ね、これも紹介させていただければと思います。 あと残り2つは比較的一般的なテーマですけど株式の分配のイベントとして株式分割であったり株式配当スピンオフと3つの類型があるわけなんですけどその整理と注意点を整理しておこうというふうに思います。で最後が普通配当、それともっていう。まあ えっと、トピックになってますけれども、えー、配当であっても、えー、その源泉がです、ね、資本から来るものと、えー、レベニューから来るもので、えー、ウィジットホールディングタックスの扱いが変わってくるというところがございます。えー、そこら辺についてです、ね、ちょっと整理、皆さんもお詳しいかと思いますけど、えー、この機会に、えー、ちょっと改めて整理していただければなというふうに思います、はい、次のページに移ります。 はいじゃあのに行きますね、えっとまあ、米国で決済サイクルが変わろうとしているというところなんですけれども他の市場どうかというところに関してですけどまず US のトレジャリーがすでに T1 になっておりますであとはレポは実はもう T0 になっているんですよねと、えー、いうところとあと他の国でいきますと、えー、香港の現金決済が T1 で あとインドがフェーズアプローチでえっと T1 に移行したというようなそんな状況であります。あとは結構前にイスラエルが T1 ではえっと回っているっていうそんな状態がありまして、カナダも米国がえっと世界初と米国の T1 が世界初というわけじゃないっていうところもあります。 したがって我々としてもデータの側面で経験がありますのでここら辺の対応に関してはスムーズにいけるだろうと来年スムーズに5月迎えられるだろうというふうに準備しているそんな状況でございます。で T1 に移行する背景ですけれども US の SEC がまあ,あの短縮化しますっていう発表をしましたよね。 えーとターゲットとしましては、来年の5月28日ですすという形になっておりますでそのメリット、根拠っていうところに関しては、まあ、やっぱりあのそのメリットを享受するためには、皆様の方で STP 化をしなくちゃいけないとか、自動化しなくちゃいけないっていうのが、これは多分大前提になろうかと思いますけども。 それが実現しましたら、決済の効率性が強化して、流動性が改善しますよねっていうお話であったり、あとマージンリクエアメントが下がるっていうことで、取引コストが下がって抑制されるとか、あと未決済取引の削減を通して、資本効率が高まるとか、いろんないいことがあって、最終的にシステマティックリスクが減少しますよっていうような形で推奨しているというふうには理解しております。 T2 から T1 にな,なる場合のこのタイムラインの変化に関してですけど、これもおさらいです、もう皆さんも釈迦、えー、に説法な内容だと思いますけど、改めてということで、とビーム届くかな、はい、えっ、ー、と、基準日回りに関してですけど、まあ今、ビフォアは T2 の世の中はこういうふうに回ってますと、取引します。 で次の営業日に落ち日が到来します次の営業日にまあ基準日が来ますって、まあ、こういう流れだと思うんですよねでそれが T1 になるとこちら側ですが取引日があって翌日 X, X で落ち,落ちるのは変わらないとただ基準日も同じ日になるということでク、えータも言っておりましたけど、えー、と落ち日と基準日が一緒になりますよっていうのがこれ大きな変化というふうに まあこれみんな言ってると特にマンダトリーのイベントであったりあとボランタリーの、えー、ごめんなさいマンダトリーであったりあとチョイスのイベントに関しては結構 X デートとかがやっぱりインパクト大きいので影響を受けますよねっていう話であったり。 あとはのボランタリーイベントに関しても、これも久保田が申し上げてましたけど、プロテクトとカバーの期間が1日短くなるということで、えーと、皆さんの方でインパクトは小さくないだろうということで、す、え、べ、ー、てのイベントで実は T1 はやっぱり、えー、とコーポエータクションの、えー、アングルからも、インパクトは小さくないというふうに整理できるかと思います。で対象ですけど、まあ、株は皆さん、えー、と想定されていると思いますが、えー、と他に社債。 あとユニット型投資信託というものもフォーカスに入っているというふうに DTCC のアナウンスメントを見る限りそういうふうに理解解釈できますね。はい、続きまして次のページいきます。はい えっと、米国のデュービルですけどこれはのもう外株で、えー、米国で株をやってたりとか、えー、とバックオフィスの業務されたら多分これってもう日常的にですね触れる、えー、と制度かと観光かと思いますけれども改めてということで、えー、ここに書いてあるとおりに まあ、あの権,利が権利を本来持っている方に適切にです、ね、株式の分配を届けることを実現するために、デリバーしなくちゃいけない義務を、えーえー、表した、まあ、金融証書というふうに表現されることがお多いですね、ちょっと長たらしくなってますけど。はいで どんなときにデュービルが適用されるかっていう話なんですけどやっぱりあの株式割当の比率が高くなるとその分だけ株価が大きく変わるリスクがあるということなのでその混乱をできるだけ抑制するためにこういった特別なルールであるデュービルが適用されるというふうに言われております。 でどんな時適用されるのっていう話については、株式数ベースで25%超ですね、の株式割り当てがある場合に、デュービルが適用されると、で具体的にイベントはどんなイベントっていうことに関しては、スピンオフであったり、株式分割の際に25%超だったら、デュービルになるっていうふうに言われております。 あと、キーデートに関してですけれども、基、えー、準日と支払日は、えー、と発行体が発表する。これ変わらないです。で、えー、と落ち日は、えー、と支払日の1営業日後、あと、デュービルーレデンプションデートに関しては支払日の2営業日後という形で設定されます。ということなので、えー、と日本で、えーと、ここら辺の、あのー 落ち日基準日、えー、支払い日っていうそのタイムラインっていうのは今言った順番で落ちて基準日が来てで支払い日が。 えー、来てってい順番かと思いますけどデュービルが適用されるとまず基準日が来てその後支払い日が来て最後に、えー、と落ち日が来るって、まあ、そんな順番になるというところでここは特徴的でございます。まあ、とにかくあの、えー、とここら辺の権利の受け渡しを、えー、となんていうんですかね混乱なく実現するための制度っていうところもあって実はこの T1 になった後このデュービルの、えー、と観光がですねより ポピュラーになるというふうに言われているとも言われています、はい。なので、ちょっと、ービルに関しても整理させていただきました。はい、次のページに移ります。次、エパックの方に行きます。えっ、ー、と、韓国の、えー、と主な制度変更ということで、えー、現金配当と、あとスプリット富士の、えー、買い戻しプログラムに関してですね、えー、整理していこうというふうに思っております。えー、と左側から 左側から行きます韓国、えっと、企業はです、ねえっと、配当金を通常株主総会でアナウンスしますと、でなので株主はどんな状況かというと,、えっと、権利は持ってるんだけど、株主総会も参加するんだけど、その時に発表された配当金を許容しなくちゃいけないと。と どんなレートでも受けなくちゃいけないって、まあ、そんな状況で株を持ってる状況なんですよね。それに対して、えー、韓国の金融委員会っていうのは,は、えー、と株主総会で配当金が決まった後に、えー、とに配当金のための基準日をアナウンスするようにっていうふうに促しております。で背景としましては、えー、と配当目的の投資家はですね、えー、と配当に関する情報が十分じゃない中で投資せざるを得ないっていう状況で。 それに対して、この委員会が市場観光を改善してですね、配当の投資を促したいというふうに考えているようでございます。なので、配当金に関する情報をもっと透明化を高めるというようなところが、えーとまあ、ターゲットになっているというふうに理解しております。はい、で、この韓国の、えー、と配当金の情報提供に関しては、えー、と弊社の MCA、えー、マネージとコーポレートアクションのサービスは、 まあ前年の今までは前年の実績に基づいてえと配当の支払い日をですね予測してでそれをペンディング状態で配信してであの株主総会で情報が確定したらそれをあのアップロード状態にしてこれ,これ確定しましたよというふうに配信し直すというまあそんなえと流れでやっております。 で今後、あのこういう流れが変わったとしてもしっかりあの韓国市場、モニタリングしておりますので、えー、適切な、えー、で、えー、精度の高いですね情報提供を行う予定で、えー、ございます。続いて右側、えー あのスプリットオフ時の買い戻しプログラムのところで、えっと、ルールが変わろうというふうに、えーまあ、変わろうとしておりますで、韓国企業は、えっと、グ,ループグループ内のです、ね、急成長のセグメントを IPO の形でスプリットオフする傾向がございますで、注意しなくちゃいけないのが親,株親会社の株主にその IPO の株が割り当てられないっていうことなんですよね。 でご承知の通り、それが起きると、えっ、ー、と急成長のこのバリューのあるセグメントが親会社から切り離してしされてしまいますと、親会社の株価が急落する、えー、リスクがありますと、えー、それに対して、えー、韓国の,この金融委員会は、えー、そのイベントについて、反対意見を持つ株主に対して、フェアバリューで買い戻すようにっていうふうに要請するようになりました。で まあフェアだと思いますけどね、はいでえーと。こういうような変化がある中でも、しっかり弊社としては情報をカバーしておりまして、えー、と総会の情報、ミーティングの情報はもちろん提供しておりますし、コンセントリクエストに関する情報ももちろんカバーしておりますし、あとまあ反対意見を表明した場合にどんな対応になるかとか、そういうような情報提供もしっかりカバーしてまいります、まあ、そういう予定でございますというります以上が韓国になります。 はい、続いてあの、香港特別行政区に関して、ちょっとトレンドを申し上げたいと思います、えっと。香港ドルと人民元のデュアルカウンター証券というところになりますけれども、えっと、香港の取引所はです、ね、ここにも書いてありますけど、えっと、6月19日、比較的最近ですけど、 えと中国株に関して、えー、香港ドルと人民元の、えー、両通貨で取引できる、えー、デュアルカウンターモデルというものを、えー、開始いたしました、えー、香港ドル人民元のデュアルカウンター証券というふうに、えー、呼ばれております。で、ここらへん、ユニークな証券に関しては、あの皆さんご存知のとおりにあの、ストックコネクト証券というのがあろうかと思います。で、えーとまあ これはあの中国の投資家がえっとサウスバウンドで香港株を買ってとか、一方で海外の投資家がノースバウンドで中国の A シェアを買うとか、まあバイできるとか、まあそういうえっと制度になりますけれども、セトルメントに関しては各ローカルで行うっていうところになっているんですよね。それに対してこのデュアルカウンター証券はえっと香港の一つの場所で行われるっていう特徴と。 あとはあの香港株を買いたいときに、人民元をわざわざ香港株にえと交換してから買わなくちゃいけないとか、そういうような手間がなくなると、もう人民元のまま買えるっていうところ、そういった機会を提供するっていう、ああ市場がですね始まったという話になります。 まああの現地のものに聞くと基本的にはどっちの,かかあの為替リスクを取りたいかによって、えー、カウンター証券どっち選ぶかに、えー、がまあ選択されるっていうような形になるようですでここにも書いてますけどあの香港ドルのカウンター証券は0で始まる5桁の番号で、えー、人民元のカウンターは8で始まる5桁の番号が、えー振,らえー、振られるという特徴になってますまたあのこのデュアルカウンター証券は どちらのカウンター証券でも同じ株主の権利と資格を提供して、まあ交換もですね、フレキシブルな形で運用されております。現在あのその市場では二十四のデュアルカウンター証券がですね取引所で上場されている取引されているって状況です。まあ始まったばっかりというところなんですけど、今後の動向が注目される市場ではないかなというふうに思います。 はい、続いて、えっと、株式割り当てイベントの違いということで、えっと、改めて整理しようと思いますけれども、まあ、3つスピンオフ株式配当株式分割というところが大きな、えー、ところかと思いますでスピンオフとは、えー、ここにも書いてありますけど親会社が子会社の、えー、株式を、えー、親会社に 親会社株主に分配することで新会社を設立することでありますということで、まあ、具体的にはちょっと前ですけど、AT&T がえっとメディア事業を切り離して、であの娯楽番組放送をやっているあのディスカバリーと合併して、で最終的にワーナー・ブラザーズ・ディスカバリーという会社を設立したという流れがあったかと思います。まあ、その時にスピンオフのスキームが使われたというのは、比較的記憶に新しいかなと思います。はい えー、続いて、えーと、株式配当になりますけれども、えーとまあ、現金配当じゃなくて、株式配当しますよっていう,もうシンプルな、えー、とイベントですけれども、関視もあの普通株じゃなくちゃいけないというわけじゃなくて、えー、こちらにも書いてますけど、優先株によってシェアウトという、そういうイベントもございます。あと、えー、と理論的には、この、えー、配当はです、ね、株価を希薄化させるというふうにも言われております。 で米国市場では実はこの株式配当はえっ、ー、と全株式の25%以下の分配というふうに決められているっていうこういう特徴があるのもご留意いただければと思います。続いてえっ、ー、と株式分割になりますけどこれも皆さんもあのお詳しいかと思いますけどまああの最初の投資金額ってものをこう こう小さくすることによって株主の裾野を広げようとまあそういったことを狙いとするイベントというふうに考えられます。なのでまあ株式数をこう切り刻むっていうところだけといえばだけなので理論的にはえっとこの株式時価総額マーケットキャップには影響を与えないとそんなイベントでございます。 で25%の定義はここでも出てきて、米国市場にですけど、株式分割は全株式の25%超の株式の分配があった場合とされるという話になります。で、ここでちょっとこれも数年前のイベントなんですけど、あるあの米国企業が、えっと、こんなアナウンスをしたんですよね、300%の株式配当を行うっていうアナウンスをウェブ上でしました。でえっと、300%という 水準自体がこの25%のスレッシュ方向を大きく上回っていることなので、実はまあルール的にはこの株式配当じゃなくて株式分割であるべきというところなんですよ。で、まあ、そのルールに基づいて、弊社の方はしっかりです、ねえっと、情報をチェックして。 発行体にも確認した上でですね、えで、300%の株式配当じゃなくて、1対4の株式分割として、うちのサービス上は情報提供をさせていただきました。話によりますと、他の情報プロバイダーさんのえっで、そのまま300%の株式配当としてアナウンスされたところもあったというふうには聞いております、はい、最後のページです。 はい、お付き合いいいただければと思います、えっと、普通配当、それともというところになりますけど、えっと、3つの具体的な、えっと、銘柄に関する、えー、配当で,です、ね、ちょっとご案内していこうと思うんですけれども、まず TE コネクティビティが、えーっと、キャピタルリザーブ、資本から一、ねえっと、株年間 u s 2 2 4ドルです、ね、の配当支払いを発表しました。 で4回に分けて配当しましたとあとなのでまあ資本から配当を出しているのでこのイベントに関してはウィズホールディングタックスがかからなかったっていうような、まあ、そんなイベントでしたっていうところになりますねで続いてこの横のコードエナジーなんですけどこの会社が当初リターンオブキャピタルとしてアナウンスして えと配当と自社株買いを実施しますよっていうアナウンスをしたんですよね。で、それに従う形で、いくつかのカストリアンさんとか DTCC が、えーと、そのアナウンス通りにですね、ROC として一旦配信したようでございます。ただあの弊社としては えと過去に同じようなイベントで、えー、があったので、ちょっと注意して対応しようという話で、発行体の IR セクションと税務担当部署と確認した結果、最終的にはです、ね、通常の現金配当という扱いになったというような、まあ、そういうようなイベントもございました。なので、通常の現金配当になりますので、レビューから来る配当になりますので、えー、とウィズホールディングスタックスがかかったと、まあ、そういうようなイベントになったというイベントです。 最後があのスコティアバンクのところですけど、一、えっと、株キャンドルで1.03の現金、または証券の割り当ての配当という、そんなイベントだったんですよね。 で、えー、証券割り当てる場合の、えー、と配当、どこから持ってくるかというと、えー、金庫株の利用、この場合はアウトスタンディングが変わっていくんですよね、えー、っていうような、えー、と選択肢ではなくて、えー、セカンダリー市場でちょ買って調達して、であの私あ割り当てしますよっていう、そういうような、えー、とアナウンスをしました。で弊社はですね、えー、と この SMPG、皆さんもご存知かと思いますけど、セキュリティーズ・マーケット・プラクティス・グループっていうものが、まあ、あのコーポレート・アクションに関してルールを作ってるわけなんですけど、そのルールに従って、これはもうディビデント・イズ・オプションじゃなくて、ドリップですねとま、まさしくドリップの定義の通りですねっていう話でしたので、えー、この、なんですか。 現金または、えー、と証券というような、えー、と選択できるような、えー、と配当ではなくてドリップとしてです、ね、情報を配信したというような、まあ、そういうようなこともありましたので、まあ、いろんな配当でもいろんなケースがありますのでちょっとご紹介させていただきました。